ああ。これは俺の助手の旅人だ。俺と一緒に行動することになっている。隣にあるのは、彼の作業用の機械だ。機械。はじめまして。お会いできて光栄です。あなたの金色の髪は、まるで太陽の光のように眩しいですね。そして、これは不思議な、恐霊院のハイテクノロジーでしょうか。